頭痛。昨日も飲んでたんですか、うん、あんまり飲みすぎ良くないですよ。もういつも記憶なくなるぐらい飲んじゃうんだから。分かってんだけどね。はい、うちの子を、うちのマー君を返してください。は？お願いですから、うちのマー君を返してください。掛け間違いじゃないですか？マー君なんて知りませんけど。もしもし、どちらにおかけですか？しらばっくれないでください。あなたがマー君を誘拐したことは分かってるんですから。誘拐っていい加減にしてください。マー君なんて知りませんから。誘拐されたんだったら警察に電話した方がいいですよ。返してくれないのなら強行手段に出ますよ。強行手段って、あなたね。あなたのそのお店ぶっ飛ばしてやりますから、消し飛ばしてやりますから。本当どうなっても知りませんからね。できるもんならやってみなさいよ。何なの一体。どうしたんですか？わけわかんない電話かかってきて、私が誘拐したとかなんとか。何ですかそれ。さ、頭おかしいんじゃないの？ところでこれどうしたんですか？飲み屋で拾ったんじゃないかな。起きた時抱いて寝てたんだよね。これ絶妙にキモいですよね。え、嘘、かわいいじゃん。いや、いい感じにキモいですよ。だってこの手の感じとかすんごい可愛くない？後ろ見てくださいよ、このチョロ毛。かわいい。キモい。かわいいじゃん、これ。意味わからなくて。これは？これもわかんないけど、この、なんかハゲなのか。ハゲだよ、ハゲ。いやいやいや、これから生えてくんだって。やだ、怖い。髪の毛生えてきたら超怖いじゃないですか。かわいい。それこそ、もうこれ触った感じとかもさ、最高じゃん。あ、でも触り心地はいいかも。肉球みたいでしょ。肉球ではないかな。肉球的な柔らかさ。見てください、微妙にクマ。あ、本当だ。うちのマー君を返してください。